クロハゲワシは、タカモクタカカクロハゲワシ属に分類される鳥類の一種で、ある。本種の実でクロハゲワシ属を形成する。キュウマミョウハゲワシ。分布ヨーロッパ南部からトルコ、中央アジア、チベット、中国東北部に分布する。大部分の個体は流暢だが、一部の個体は冬季インドや西南アジアへ渡る。中国南部や朝鮮半島に飛来した記録もある。 日本では名鳥として北海道から沖縄まで各地で記録がある。ほとんどが陶器に記録されている。オスは全長100から110センチメートル。翼海鳥は250から290センチメートルで日本で記録された高かの鳥の中で一番大きい。全身が褐色の羽毛で覆われる。頸部は襟巻き状の羽毛で覆われる。頭部には 羽毛がなく灰色の皮膚が露出している。くちばしは太く、針状になり先端部は黒い。乾燥した草原や高地に生息する。樹上に巣を作る。植生は肉食性で、主に動物の死骸を食べるが、陸亀や小型哺乳類を捕食することもある。繁殖形態は卵生。NER a セレットンド生息地の開発により、映像のための樹木や獲物である動物の死骸が、 減少し、それに伴い生息数は減少している。日本では、熊本県山江村にて1972年12月23日に保護された名著を、鷹ちゃんと名付け村のマスコットとして飼育していた。2014年11月10日に死亡。ありがとうございます。